どうも、リュウジです。e フットボール2022へのアップデートが延期となりました。予想してたといえば予想してたのか、まあ、ショックはかなり大きいですよね。で、僕、この内容ですね、ツイッターの方で、最初気づいたんですけれども、まあ今日ね、AJ ユナイテッドの撮影で、AJ ユナイテッドの事務所の方にですね、いたんですけれども、まあそこで気づきまして、これはやばいぞと。AJ ユナイテッドの方の動画でも、まあアップデート延期の内容とかやってると思うんですけど、まあ最初見つけた時はかなり驚いてですね、まあツイッターの方で A さんがツイートしてると思うんですけど、一度驚愕といった感じでしたね。はい。僕の方もですね、e フットボール2022へのアップデート前の、まあ、ウイレ2021をですね、アップデートまで楽しもうということで、まあ、レート1300の道だったりとか、あとはまあ、100キロチャレンジとか、まあ、少し、まあ、そういう企画をやっていたんですけれども、まあ、2022になってからの企画とかも考えていたので、結構ショックは大きいですね。はい。まあ、逆にですね、ウイレ2021をまだまだ楽しめると、まあ、プラスに捉えて、僕はこれからも楽しんでいこうと思います。はい。で、アップデートの日なんですけど、まあこれもちょっと表現が曖昧で、2022年の春頃という、内容になってるので、まあ早ければ、まあ、3月ぐらい、4ヶ月後、もう遅くても半年以内にはアップデートが入るんじゃないかと、思っております。はい。で、もう皆さんね、公式のツイッターの内容だったりとか、まあ、あとはウイレアプリの中のお知らせを見てらっしゃると思うんですけど、まあ、一応ご紹介というかご説明というかさせていただきますね。e フットボール2022アップデート配信延期のお知らせということで、2022年春で延期させていただくことをお知らせいたしますと。春はいつなんじゃいと。3月、4月、5月。まあ、このぐらいかなと思ってます。まあ、お客様のご期待にお応えできるクオリティで製品をお届けするためにはさらなる制作期間が必要であるとの判断に至り、アップデート配信を延期することを決定いたしましたということですね。まあ、僕らのためをもって生半可なもので出せないという内容だと思います。なので、まあ、アップデート後のですね、まあ、e フットボール2022はかなり皆さん期待していいんじゃないでしょうか。僕は期待します。はい。あとは、アップデートに伴うゲーム内資産及び各種データの引き継ぎについての内容に変更の予定はございませんという内容になってますね。あとはこの e フットボールポイントに関するお知らせっていうところで、まあ有効期限に関してね、アップデート配信以降もお使いいただけるよう有効期限の延長を予定しております。まあ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 、そうかなっていうところではありますかね。はい。はい。ということで、今日はまあお知らせというところで、動画を撮らせてもらったんですけれども、まあ皆さん結構ね、憤慨してる方だったりとか、マジかよって思ってる方多いと思うんですけど、まあ僕個人的には、まあもちろんその、ショックだなっていうところとか、マジかっていう気持ちとかもちろんあるんですけど、まああと半年ね、またレート上げの、動画だったりとか、まだまだ皆さんと楽しめるかなと思いますので、皆さんもぜひ一緒に楽しみましょう。で、何かね、まあ、コナミさんへの、まあ、要望だったりとか、こういう風にしてほしいよっていうのがあったら、AJ ユナイテッドのね、サブチャンネルが、ウイレ動画配信してたりするので、そちらのコメント欄のところに、ぜひ、書いてください。僕これ、特に、許可取ってなくて勝手に言ってるんですけど、多分大丈夫だと思うんで、そっちのチャンネルに、ぜひ書いてください。僕のチャンネルに書いても多分、コナミさん見ないので、はい。ぜひ、見るチャンネルの方に、書いていただければと思います。まあ、そっちも見るかわかんないけど、でも、可能性は僕がやると思いますので、ぜひ、お願いします。はい。ということで、本日の動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。